これ。あ、そう。あれ、あれの、あそこに植えてからもう30年も経つんだからね。あれが親なんだから、これ。これだってもう20年近く経ってんだよ。これ、こっち側に左側にあるでしょ？ぶわーっとなったの。あの、ピヨって伸びた。こんなになったやつ。うん。あの先を挿し木して作ったやつだから、これ。あ、そう。だからこれだって20年ぐらい経ってる。その裏にあるあの黄色いのが、黄金茶坊、うん。黄金茶坊はね、さっきのやつとまた違うの。黄色は黄色であるの、別に。ああ、そうか。まあ、あれはあれでね、映してあれの孫ですっていうような感じでね、黄金茶坊。枯れてるんではありませんよ。枯れてるんではありません。これは最初から黄色いんですよ、先祖はあそこにいます。はい、まだこれ元気がいい白しか黄色いの。そう、あの日陰に置くとね、黄色くならないの。あ、こういう日当たりいいと黄色いの。なるほど。それからね、これもあそこにあるんだけど、これ黄色い心拍、これ枯れてるんではありません。枯れてるんではありません。黄色い心拍です。元気なんです。うん、黄色いね、イエロー心拍ね。これもうちの私有林にあるの。全部この辺全部私有林にあるんだ。あ、そうか。うん、全部山鳥、全部私有林。自分ちの 山だから違法でないもんね。違法でない。我が、あの、国立公園じゃないの。私立公園だから。私立公園。私立公園です。山の裏の広い、あの公園あんだぞってね。ええ、いやいや、公園でないよ。あの、森林、ていうか、国有林、いや、私有林、山。これはベニスタン。これはあそこのね、うちの国有林にね、私有林にね、今びっちり実ついてある。あ、そう、うん、こういう、こういうね、ベニスタンってこういう枝に作ってるでしょ。それも同じ同じ。これは青い、まだ実が青いけどね、うん、これ真っ赤になるの、うん、これもね、うちの私有林、うん、国立公園にあるの。え、私立公園あら、もうすっかりもうここも赤くなってきたんでしょ。何これさ、まだかい。何赤く、カエデ。あ、これ根詰まりするとね。あ、そうかい。根詰まりしてるとね、早く秋を感じるの。それで冬の用意して早くね、うん、あの、冬眠しないとやばいぞって自分で。あ、そうか。自分でもって考えてね、やってるわけ。少し危険を与えないと紅葉しないし、花も咲かないと。まあ、そういうこともあるけど、あんまりね、うん、極端な危機感じゃなくて、脅かしてばっかしいたら、うん、その前、その間にふてくさって、ふてくさってどこへ行っちゃうよこれ名前なんていうの。それは、さっきのそこに米つが。あ、米津が。うん、あのね、つがと米つがってあるの。つが、うん、っていうのはもっと葉っぱでかいの。あ、米つがっていうのは葉が小さいの。これが米つが。つがったらでかいからね、やっぱりミニの盆栽には向かないんだよ。あ、そう。これは米つがの方だからね、大きくならないし、うん、それの挿し木で作ったらこんな風になります。ああ、これ何年目。これは20年ぐらい経った。太らないもん、全然。20年経ってるから。やっぱり、それなりの値段ついてるから、ずっと売れないでついてるけどね。これは愛着あるんだ。やっぱり、だからっつってね、商売だから売らないってわけにいかないけど、ね。これは相当古いんです。あれだってつけて30年以上経ってる。